1分でわかるメロン兄さん。メロン兄さんとは特撮番組仮面ライダーガイムに登場する呉島高虎という人物のことで、仮面ライダー残月に変身します。通常仮面ライダー作品では主人公が最初に強化フォームを与えられることが多いのですが、仮面ライダーガイムでは残月が最初に強化フォームを与えられ、物語冒頭から圧倒的な強さを見せつけます。しかし人を見る目だけは欠落しており、3人の仲間たちには裏切られ、不意打ちを受けて崖から落とされてしまいます。このような仕打ちを受けてなお死なず、主人公の新フォームお披露目会でさえも互角以上の戦いを見せ、自分よりも性能が高い相手にも初期フォームの戦闘スキルだけで圧倒するなど、強すぎるのに人を見る目がなさすぎることから人に恵まれないが常に最強で居続ける男など、様々なあだ名が付けられネタにされていきます。その後映画では人間関係が恵まれないにもかかわらずフォーゼアームズを与えられ、皮肉を匂わせたり多くのコラ画像が出回ることでメロン兄さんの面白さは高まっていき、最終的に外伝が3つも作られ、主人公にしか与えられなかった勝ちどきをもらってさらに最強になることになりました。